この日がやってきてしまったな。シャイニーフォース3氷壁の邪神館やっていきたいと思います。いやー長かった。いやここからが長いと言ってもいいわ。ここからが長いぞ佐々木君の戦い。最終章やっていきます。最終章光の戦士を永遠なり。あ C ボタン押さないと進まない。うおー全員集ってる。よかった俺の相方トーンフォートじゃなくて。それほどでしたか。ループ勇ましいな。ループ深い絆なのです。そうな俺たち3人は深い絆で結ばれてる。それは間違いない。私は実際そう思っているんです。そうか誰なんだどの立場。ここがレモテストだからね。ここがね本来なら。あでもいいのか。私は導くものなんだよグラシア。この程度のことは知ってるぞ。ええお呼ばれたぞ。どうなされました。三軍それぞれ戦わないといけないんだよね。噂はその通り。そのためには三軍どれも全てを鍛え上げる必要がある。多分ループ軍はもう大丈夫なんだよ。ループ軍はもうレベル20超えてるからもう普通に転職させて祝福受けさせてそれで終わりだと思う。問題は翼軍だな。翼軍をどうするか。まもちろんレベル上げるんだけどね。鍛えないといけないな。みんな祝福を受ける必要があるよってことね。いやー俺が言いたいことをループが言ってくれたな。俺たちは必要ないと思うけどね。もう俺たちは必要ないけどまあうなずいておこう。グラシア様が少しでも休むためそれは私が落とす。おお手伝ってくれるんだ。準備にかかろう。お前の軍から必要な準備を開始するとしよう。へぇなるほど。大聖堂の中庭に遺跡があります。修行を望むのはそれを利用しなさい。さてじゃあ最終進撃メンバー見つくらないといけないのか。さあこれが楽しみだったんだよ俺は。入れ替えよう。まあエルダー外しちゃってるからエルダー入れよう。ここはエルダーの代わりに、まあ、オブライトだろうな。すまん、即断即決で申し訳ないんだけど。いやいや、かわいそうか、さすがに。でも、アイリン外すわけにはいかないしな。で、飛行部隊が一人もいないから、これ、やっぱりエルダーにしとかないといけないと思うんだ。たまたまエルダー外れちゃ、あ、てか、鋼がいるじゃん。あのこいつ。あれ忍者はこいつしかいないわけ。いや、いらねえよ。オブライト将軍、やっぱりこう、将軍に、将軍に頑張ってほしいからここはじゃ順番も大切だから。いいねこれでいいんじゃない。これで OK。 受け取ろう。おーておいこれ佐々木のじゃないか。佐々木のだバカ野郎が。まあいいか。わ死んでる。ほぼ死んでる。意外にこいつらアイテムは潤沢なんだよね。スパーク用。おお預けはもうこんなクロンスいらない。アイテムは潤沢に持ってるから大丈夫だとは思うんだけどね。ちょっと生き返そうぜとりあえず。ちょっと生き返そう。ん？いや違う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 。生き返したいんだが。あーいるじゃない。いや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 近すぎるわ君たち。ちょっとちょっとここかここだ来たー。みんな生き返してくれ。ちょっと長いな。まあいいか。一応あれかな、このステージにもアイテムあるんだろうな。よくね。アイテムあったとしてもよくねえか。もういらねえよ多分。
正直もう武器とか手に入ってていらないんだから。あ、でもオリハルコンはちょっと必要かな。オリハルコンが必要というかさ、みんなほぼすげえ死んだよ。そうだった、ほぼ殺されたんだよ。これ買い物できるとこ？あ、違うんだ。中庭に行けっつったろ。だからこっちは、これは？こっちはなんだ？お、これ中庭じゃねえの？あれ？ん？これ何？なんだこれ？合ってんのか？うわ、来ちゃったよ。まあ、いいか、一回行ってみるか。どっちにしろレベル上げが必要なんだから。とりあえず、ここで、やりますか。まあ、一発目のこの最初の戦闘だけはノーカットにして、次の戦闘からちょっと大幅カットだな。とりあえず祝福が受けられるレベル20までみんなを上げるっていう感じかな。それでいいよな、多分。大丈夫だと思うんだけど、ダメかな。これ全員が多分挑戦できるはずなんだよ、ここに。全軍が。だから全軍でクリアするっていう形にすりゃいいのかな。何もわかりません。私には何もわかりません。殺してくれ。久しぶりに聞いたフランク。うわぁ、いい経験値。おぉ、ダンダルス何か持ってる？いい声だなぁ、フランク。いやー、なんか込み上げてくるものがあるんだが、俺長かったなーと思って。プラスまあこっからまだまだ俺何時間もやるんだよ、このゲームを。多分今日夜通しやると思う。夜通しやるとは思うんだけど、まあほぼカットしていいか。ほぼカットしていいよな。ほぼカットしても許される気がする。ということで、ここからは超倍速プラスカット編集で、翼くんたちのレベル上げをやっていこうかなと思います。またちょっと数時間後にお会いしましょう。では一旦失礼します。あー疲れた。ということで帰ってきました。無事、翼くん全員レベル20。ですね。正直、ループくんは、佐々木くんと同じぐらい強いんで、レベル上げいらないんですよ。ということで、もう祝福しちゃって大丈夫です。翼は光の人。ダンタレスはホーリーナイト。マスキュリンは、こんな。矢継ぎ映え、もうしょうがないか。グレイスはビショップ。ヘイワードはボーマスター。オブライトはバロン。アイリンは剣王、シバルリーはホーリーナイト、エルダーはウィングロード、ペンは武者ペンギン、武者ペンギン、マニピルはスチームバロン、フランクはベルセルクですね。うおー、これが光の使徒。肩出しちゃって、まあいいね男前。うわははははどうして、どうして、どうして。まあいいや、マスクリンは可愛いな。俺でも描ける。あ、ヘイワードかっこよかった。あー、バロンね。荒い。シバウリー可愛い。わー、エルダーもかっこいい。いやいやいや、武者ペンギンって。おー、マニクル、そしてフランク。こうなってくると控えのメンバーもみんな見たくなってきちゃったな。かわいそうだよな、こうなると。まあ、このメンバーを使うんだけど、せっかくだから残ったメンバーも2時間半かけたんや。もう何時間かけるつもりなんだろうな、俺。行かれてんな、完全に。完全に行かれてると思う、自分のこと。分かった。レベル上げますか。レベル上げましょう。
じゃあまたここでお会いしましょう。戻った。よろしく。カーザ・セイント、ヌーはハイウィザード、ジャスティスはバスターナイト、ホーストはバロン、鋼はマスター忍者、村雨もマスター忍者、ひとくぐりにすな。フィンディングはウィングロードになった。やったぜ、やったぜ、終わった。本当に何時間やもう残念で仕方ないんだけど、俺は残念で仕方ないんだけど、本当。まあいいや、本当しょうがない、しょうがない。もうそんなこと言ったってしょうがないよな。誰だよ。ああ男前だ。ダンタレスが報われないな、本当に。おお、いいね。ああ、キリッとしてる。何人か設計失敗してるよ。まあいいけどさ。よーし、本ちゃんメンバーに入れ替えだ。長かったぜ、マジで長かった、ほんと永遠の時に感じたわ。よーし、ダンタレス入れ替えて。まあでもせっかくここまで一緒に来たんだから、一緒に頑張ろうか。さあ、ここまでやってきましたんで、レベル上げ、全員レベル上げ終わったんで、翼たちの遺跡会という形にしましょうか。翼たちの遺跡攻略やっていきましょう。あ、ごめんごめん、最初のところはもうほぼ何回もクリアしてるし、最初のステージというか、基本的に最初のステージをリターンしまくるっていう形にしてたんで、2ステージ目というか次のステージから見てないんだよね、どうなってんのか。まあちょっと見てみるか。ということで、もうこれぶっちぎります。アイリン剣王、ウィングロード、ムシャペンギン、ムシャペンギンやばいな、ムシャペンギンやばくない？スパークレベル4当たる？当たんねえか。じゃあここで、何でも倒せんだろうな、多分な。ティアマットレベル2はどれぐらいダメージ当たる？結構顔がね、顔グラがね、だいぶみんな変わってるんだよ。微妙に書き足されてるというか、それのせいで少し気持ち悪いやつらがいる。104、109、まあまあまあ9大点でしょ。あ、意外に経験値くれるな。一応回収していくか、経験値。そうかそうか、じゃしっかり経験値回収していきます。あー、これ魔法バンバン使っていいんだよね、確か。どうせ次のステージになったら回復するし。はあ、ショック。いや、ダンタレスの顔マジでショックなんだよ。一言も喋ってほしくない。わあ、でかっこいいよ、かっこよ。さあ来い、翼くんに突貫してきた。かっこいいな、翼くんの服装結構好きだよ。このなんていうんだろう、あのノースリーブというか、ノースリーブ、ノースリーブの男って弱いやついないよね。わかる、ノースリーブで出てきたキャラクターが弱かったことないよね。あったかもな、あったかもしれない。ホーリーナイトが、ホーリーナイト、ダンタレスが頭かち割られそうよ。ほら、なんか魔法あるっけ。お、ヘルブラストレベル4、当たんねえんかい。じゃあムシャーペンギンの力を見よう。どうよ、かっこいい、かっこいい。これがムシャペンギン、ムシャッペ。じゃもう倒しかねないから、ちょっとここはもう先進もう、こいつも先進んでいいんじゃない。いや、
足遅いから倒しとこうか。顔かき込みすぎだ。激ガチックすぎるんだよ。オッケーオッケー、いけいけ。ホーリーナイツ、聖なる夜と呼んでくれた。ウルフラッシュ、いやドラゴンラッシュよりウルフラッシュだよねやっぱりね。さあグレイス久しぶり。目視力の裁き、こんな声だったっけ。うわ、いきなり食べた。おお62、素晴らしい。これ確かね、運良ければ息の根と、何息の根止めれる系の技だった気がするんだ。さあ行け、ホーリーナイト。さあここはマニピュルに任せよう。ハンマースロー、いいね。これなんかね、戦闘中に Y ボタン押すとなんか画面が切り替わるっぽいんだけど、ちょっと俺もよく分かんないんだけどさ、まだ試験段階だから具体的なこうレビューは書けないんだけど。うう、強い強い、やることがない。あ、こっちから登れるんだ、知らなかった。一応降りても登れるんだね。俺前登れないんだと思ってた。よし、あと3体ぐらいかな。かっこいい。うわー、本家ミラージュナンシス。ちょっと口トロトロしてるわけよ。翼くんのミラージュダンスですよ、これが。つばみら。さあ、しばるり。火力。火力のしばるり。いやー、でも火力といったらヘイワードだな、やっぱりな。反応が遅いぜ。顔変だね。いいなー。バッチリ。バッチリバッチリ。あとあの一人いるな、一人だけアナコンダが、アナコンダじゃないや、イグアナがいるな。こいつこいつこいつをパッと倒してサクッと沈めて、おーいいね。ペンペン倒しちゃってくださいよ。ペンダイナミ、武者は武者要素はどこにあるんだいったこいつ。マスクリン何でもいいけど、じゃあスパークレベル4かな。ティアマットよりもダメージを出せるかどうか。94、微妙だけどティアマットよりはまあまあまあいいか。え、何その雑な手に入れ方。これステージ何個あんだ、これ何個あると思う。みんな大体10ぐらいだよね。長えー、長えな。あれ2部隊に分散されてる。あー、でもシステムは同じだな、ずっとずっとこのシステムでやっていくんだろうね、多分最終ステージだけちょっと違うみたいな、そういうことだと思うわ。まあいいんじゃない、剣王とウィングロードと武者ペンギンがいたらまあ大丈夫でしょ。剣王、ウィングロード、武者ペンギンだよ。負ける気がしないな。なんだこいつは。頭へこんでる、頭へこんでるやつにスパーク、むちゃくちゃしよう。いいなー。まあどんな敵が来ても大丈夫だと思うんだけどな。じゃあこれでヘイワード右かな。こっちはいいかで、ベルセルクにこっちに来てもらう。おー、いいね。ダンタレス、横顔のダンタレス、素晴らしい攻撃。横顔のダンタっていう絵本書こう。男前だったんだけど横から見ると、正面から見ると男前なんだけど横から見るとモアイ像みたいな。そのダンタっていうそのかわいそうな男の話よ。
素晴らしい。倒せない。まあまあまあ、まあ、いい経験値になる。さあスペアリエカウンターしてもいいぞ。まあな、そうはいかないよな。ここでマニピル。じゃあマニピルに一体やってもらって、どうしようかな。エルダーか、エルダーが一人倒すか。おお、毒は直さないといけないっぽいな。多分次のステージまで持ち越しちゃうんじゃない。そんなことないかな。ランタレスはグレイズがいるけど、あ、剣王の一撃見せてもらおうか。航空電気、うわー、これが剣王、覇王豪昇派。全然違った、俺が想像してる覇王豪昇派と全然違った。さあ倒せ、一撃ナイス。そりゃそうだ、ペンペンを舐めるなよ。ペンペンじゃねえじゃんこいつ、ペンだよ。俺なんでペンペンって呼んでたんだろう。勝手にペンペンにしちゃってた、頭の中で。これ毒は回復しなきゃいけない、半永久的に毒るから。いやそうか、俺も今ちょっと結構見切りで喋ってるな。ソニックウェブ、懐かしの往年の技だ。素晴らしい、十分だもんな。一番最初に覚えた技が一番最後まで強かったみたいな、結構そういう、なんて言うんだろう、漫画好きで、一番最初に覚えた技がずっと応用されていって最後までその技で。カメハメハと同じかな。カメハメハは結局ね、まあ海洋拳とかいろいろあったけど、カメハメはずっと最後までカメハメだったもんね。いやあれ素晴らしかった、ビッグバンアタックだったりなんだいろいろ出てきたけど、対等するものが出てきたけど、それでもやっぱりカメハメハだったもんね。およよよよ、およよ、もういないんじゃね、もう降りてっていいんじゃね。グリーンドラゴン倒そうぜ。ああ、違う忘れてた、見逃してた。じゃフランク、いやエルダーよろしく。結構動くな。はいはい、どっから降りていけばいいんだ、ここからでいいんだよ。さあ合流して、エルダーいける、届く、届かないか、届かない、下行く、まあいいか。じゃあエルダー倒してくれ。これ完全に俺だよね、コナンの声だよね。そんなことない、声優当て苦手なんだよな。結構はなんかこう聞いてて、あれこの声ってみたいな、波平の声じゃねみたいな、ヨーダ見ながら、スターウォーズ見ながら、あれこれ波平じゃねみたいな、それぐらいだったら分かるんだけど、結構見誤るな。グリーンドラゴンちっちゃいな、こんぐらいの大きさだったっけ、全然記憶いなかった。さあ2人の馬がドラゴンをたくなりに倒す、あ箱殴りに、何が言いたいんだろう。カットだこんなもん、じゃあ次からカットして、次のステージから多分ずっとこの調子だからカットするわ。早送りかな、早送りしようかな、じゃあ早送りします。まあ、ここだけ倒そう、ここだけちゃんと倒して早送りしよう。邪教ゴーレム、マスキリを狙う、弱、恨みがあるのかもしれないけど弱いわさすがに。マスキリにどうする、これは邪教ゴーレムに一発ダメージ与えるか、ここら辺かな。ティアマットで、死にゃしない、死にゃしない、ドラゴンの王ティアマット。
無邪便器に倒したな。倒されちゃ困るんだ。そこにまだグリーンドラゴンがいるじゃん。こいつを倒さねば。ほらよ。オッケー。さあ、ということでステージ2も難なくクリアということでね。ボールもちっちゃ。じゃあ多分全然余裕だと思うけど、余裕だと思うから倍速でやっていきたいと思います。おはようございます。さあ、もう何日ぶりだろうか。本当に声を出しながら収録するのが何日ぶりなんだっていうぐらいなんですけど、いやー、最難関のフロアに来てます今。これ最終フロアなんですけど、強えんだこいつら。で、喋りながらやってたんだけどミュートになってたわ、ずっと。途中でね、ミュートにしたんだ、電話が来たから。てかもう何日間もやってるから、これ、この遺跡を何日間かに分けてやってるって言った方がいいのか。だからね、まあ疲れたよね。まあ疲れたというか、まあわけわかんなくなるよね、ほんと。ああ、どうすどどすどどどどれだ、わからん。火力必要か、いらないよな。ティアマットで殺すか。いや、スパークレベル4か。いや、これブレイズレベル4でいいんじゃない。ブレイズレベル4が一番美味しいだろう、これ。スパークレベル4が20に対してブレイズレベル4は8でこのダメージだぞ。十分すぎる。よし、相手のターンにさせるな。致命傷を受けるぞ。よーし、ここ順調だな。マスキリー、ペンペンっていうこの2大エースがいるからね、だいぶ順調。まあ、ここも大丈夫っぽいな、ヘイワードいるし。オーケーオーケーオーケー。問題は、ああ。ちょっとやめて。やめてくれ、34。ちょっと待って。ここは、ちょっと待って、そこ何体、ちょ、あれ結構やばいんだよな、そこ。まあいいか。問題ここだよな。ここが結構苦戦してるというか。これできるだけ囲まれないように戦うのが吉。よし。これで一人落とせるか。一人落とせたらでかい。55なら一人落とせるでしょ。よーし。あと一人。こいつは？おお、見事。さすが翼くんだな。さすが主人公。期待に応えてくれるわ。
で、あとはもうこいつ倒せばいいと。いいねー、ギガホイール。さすがオフライト、心強いな。もうちょっとすんごい、もう夜な、やばい、夜遅いわ。もう明日も仕事なんだよ。今日ここら辺でやめなきゃいけないの。ういういうい、ナイス縛り、心強いな。このメンツがいればまあいけなくもないけど、グレイスたちがやばいだろう。これグレイスたちのとこ一人も潰せてないんじゃないかな。一人は潰せてんのか。一人潰せてるんだったらいいんだけど、フランクのところ、エルダーのところだな、どっちかっていうと。いや、まあヘイワードか、ヘイワードの、あーまずい。いや大丈夫か、ファイアブレス40は効かないでしょ。よし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 、オッケーオッケー。いやもうお風呂にも入りたいしさ、明日も早いし、お風呂に入りてえし。これ死なね死なね、大丈夫大丈夫。よしよし、耐え忍んでるぞー、みんな偉いぞー。どこ生きてんだ俺ら。いやそこ坂んところに行きたいから、こっちでいいのか。倒せ、倒していいぞ。倒せないか、よしよし。でもいい、順調順調。アークデーモンを倒して、まあオーバーキル、オーバーキル。あと1体だな、ここは。さはて問題の、ここは回復薬が今こっちに捕まってるから、うーん、そっちに行きたいんだよね。結局そっちに行きたいんだから、ここら辺で回復しちゃおう。オーラビフォーで MP を回復するアイテム誰か持ってたっけ。持ってたらグレイスにちょっと使わないといけないよね多分。なんとか3回のオーラで絶滅の絶滅全滅の危機は出したけど、どっちが減ってるのこれ。130と130と130じゃないの、これどうしようもねえぞこれ。うっす、アイリンがなんかなんか起こせ、麻痺とかなんでもいい。うーダメか、これはまあまあやばいね。これまあまあピンチですね、まあまあのピンチっぷりです。エルダーは大丈夫だと思うんだよな。いいねいいね、防御力と素早さ、そんな効果があったんだ。さあ悪デモン倒しちゃってくれ、よーし、よし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 、ペンペンもいいぞ。さあここはじゃあこっちに加勢、加勢だ、加勢しに行く感じで、加勢って、死なないでね、よしよし、死なない。ファイヤーファイヤー、ブレスブレスだったら死んでた可能性あったけど、ブレスブレスじゃないなら死なないからね、大丈夫大丈夫。さあもう12時になるぞ、寝ないと。ちょっと、はい、すいません。じゃあ助けに行く感じか。助けないとダメだよなこれな。うーん、勝て。
グレイスが殴ってなんとかなる敵じゃないもんな、明らかに。ブルフラッシュ、オーケーオーケー。ダンタレス一人いるかいないか結構大切だったな。ん？ああ、アイリンか。アイリン、もうこれやばいだろ。ダメだ、アイリン。アイリン、すまない。ちょっと休憩してくれ。よし。ふわーっ。ちょっとね、MP 回復のアイテム誰持ってる？翼にマスキュリンにグレイズも持ってるじゃん。アイリンも持ってる。翼、マスキュリン、グレイズ、アイリン。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれは自分に使っていいんじゃない。マスキュリン、これ自分に使っていいや。オッケーオッケで、ここなんで3人で孤立してんだこれ。みんなこっちに集合しようとしてんだから。ああそう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 、こっちに集合しよう。じゃあオッケーオッケーオッケー。コロッサス1体ずつ倒していかないとね、絶対間に合わない。おー、ナイスシバリー、ナイス援軍。ほい、うい。いや、翼くんはもう攻撃に集中してもらって構わないから、多分もう使わなくて大丈夫。そこ坂道からコロッサス1体狙うか、ありだな。坂道からコロッサス1人潰しに行くか、この3人で。結構無茶のように見えて意外にいける気がする。結構回復すんな。すんな。口がおかしい、もう。録音ミスしてる途中もずっと喋ってたからね。言って。で、これも録音ミスしてたでしょ。知ったこっちゃねえや、そしたら。そしたらもう全カットだ、これ。で、これもまた同じくグレイズに使うと。目寄ってるよな。で、これはここぐらいかな。一気にいける形にしとこう。武者も一気にいける感じにしといて、みんな一気にいける感じにしとこうぜ。そう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 。あー、来た。先にこう、わあ、ちょっと待って、嘘でしょ。あー、やべ、死んだか。いや、これ無理だ。無理だ。レベル2だもんね。いやー、やられた。すまない。すまない、エルだ。別の世界の話だけど、エルダーにゼロ。迷惑をかけたから。二人とも見殺しにしてしまった。いや、仕方ないよ。仕方ない。絶対ね、ボスこんな強くねえから。このゲームのボス。ボスより強えんだ、こいつら。ほら。さーて。どうすっか。いや、もう倒すしかねえな、こいつ。いいねー。で、これをね、横から殴んだよ。そしたら魔法効かなくて済むんじゃない。魔法食らわなくて済む。いい作戦。よーし、チームバロン行け。殺してくれ。殺せはしないよな。
高望みっていうの知ってんだろ。多分ヒールはレベル2で全然大丈夫。よし、ここにブレイズレベル4だな。ブレイズレベル4よ。もうこっからもう8回ブレイズレベル4ですから。よしよしよし、いいダメージ。さあペンギン、あーペンギン、ここタロスの餌食かな、心配だな。あ、来たー、直接攻撃。うー、気持ち悪い。うわマジ、イカれてんのかこいつら、マジで。いやこれはイカれてるだろう、どう考えても。この状況でペンペン殺しに来る、あーこりゃ行かれてるわ。あ、こりゃだ、こりゃどうすんの、俺たちに勝ち目あんのかこれ。うわ、単体にも関係ねえ。なんか激凛に触れたな、何かが触れてしまったっぽいな。とりあえず装備使うで、コロッサスに。あ、でももう撃てねえんじゃない、もう撃てないだろ。いやだいぶ限界まで撃ったんじゃないかな。いや、いける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 。ね、どうする。いやこれ無理、まあ、いや無理に行くべきじゃない。ちょっと離れておこう。いやータロス大丈夫かな。おい、来たーロス、マジでじゃもう本当に厄介です。いやギレイス動いちゃったんだよな。マニピル、シュバルリー、あーマスキリンが動いたらいけるか。マスキリンが先に動けたら回復しよう。マスキリンが先に動けるかどうか、もうそこだな。ここで今シバルリーを失うわけにはいかない。シバルリー、マスキリンを失うわけにはいかない。もうそれは罪だ、罪を意味してる。よしよしよし、偉いぞ、持たせてよかった恵みの雨。まあ、途中で拾ったんだけどね、多分どっかで。戻した記憶はないんだが。よーし。って言ってもね、多分誰か死ぬな、この状況。アイリンか、マニプルか。さあ、誰が死ぬ。次は誰だ。よし、もうただただ偉いわ。ちょっとかわいすぎじゃない。はい、シバルリーが動いたことによって一人死んだわ。4マスにいちゃダメなんだろ。あったあった。きっち、ここ OK だ。いやかわすね
マジでイカれてるぐらいかわすな。うん、こうちょ回復。父よ、汝の子らに祝福を与えたまえ。いやーやべ。ここに立っちゃうとダメなんだ。あー、じゃあどうする。いや、だからもう行きますか。タロスをもう攻撃し始めないとダメなんだ。じゃあいや、ファンキー、オッケー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 、やるしかない、やるしかない。一人ぐらいはもう攻撃し続けるしかないんだよ。あー、そうですか、そうですか。見てー、ダメかもな、これ本当に。いや、これダメかもしれんな、本格的に。体が持たねえもん、全員。これは持たねえぞ。ティアマット打つしかないよな。23、ティアマットでいいのか。いや、まあで打つしかないな、正直。もうタロスのスパークはもう仕方するしかない。タロスのスパークは仕方して、コロッサスを仕留めに行かないとダメだ。おお、直接攻撃グレース、オッケー、ナイス、ナイスファイト。うわ、終わった。あー、回復薬がいなかった。シバルリー、ヘイワード、翼でしょ。これちょっと待って、次翼くんが狙われるんじゃないのこれ。もうこれシバルリーはもう自分をが死ぬことをもう諦めて、生きることを諦めて翼くんを回復するしかない。いや、しょうがない、しょうがない、これもう本当にしょうがないわ。これもう誰も誰も責めない彼らのこと。こいつがまだ撃てんのか、こいつがまだ撃てんのか。うわ、30名、まだまだいける、まだまだだな。うわー、こいつは底が見えねえ。フリーズアロー、まあいいダメージだ、まあいいダメージだった。ヘイワードさようならだよな、これ。これヘイワードさようならだよな、これどうやってもヘイワードさようならになるよな。いや、これどうやっても平和とさよならだよ。てか、もう翼も持たねえな。とりあえず普通に回復薬がいねえんだ。翼くんどこに打つよね。そしたら次のインフェルノが耐えらんないな。いや、こんなことってある？こんなに強いってことある？いや、戦略を間違った、戦略を間違った可能性はあるな。あー、無理だな、無理だ。とりあえずティアマットも打っとこう。いやー、くそー。
マジで厳しいな最終章。で分かってんだよ別に。こんなに苦労する必要ないんだよこのゲーム多分。でもさ、心かこのステージからさ逃げるってことが俺の選択肢にはないわけよ。これで終わりなのか。よし分かった。分かった分かった分かった。じゃあもう一回頑張るわ。